科学科修士2年の尾又です。科学といえば試験管やフラスコが並んだ実験室を思い浮かべませんか？もちろんそういう研究室も多いのですが、ちょっと変わった雰囲気の研究室もあります。この量子科学研究室の研究の相棒はコンピューターです。理学部科学科の2期です。量子科学研究室では量子計算をベースにした新しいものづくりを推進するため、理論開発やプログラムの開発を行っています。新しいものづくりにはものの性質を理解することが重要です。例えば電気を流す、流さない、磁石の性質を示す、示さないなどを決めているのは原子の中の電子です。電子の状態を知ることは物の性質を知るためにも、新しく開発するためにも非常に大切です。身の回りの物の中にある電子の状態は量子力学によって記述されます。しかしこれは雲のように広がる波という日常感覚では理解しづらい性質を示します。そこでコンピューターを使って電子の状態を予測するのが私が専門とする理論科学です。理論科学ではシュレディンガー方程式をもとに電子の状態を直接予測することができます。さらに電子の状態から原子や分子の動きも求めることができます。一方、実験結果を解析することからも物質の中の電子の状態を知ることはできます。物質は原子や分子の集まりです。原子は原子核と電子からできていることはご存知ですね。原子や分子に光が当たると電子が飛び出します。これはアインシュタインが説明した光電効果と呼ばれる現象です。光電効果で飛び出した電子を観測して、そのパターンである光電子分光スペクトルをコンピューターで解析することで電子の状態を予測できます。私たちの研究室ではシュレディンガー方程式を用いて直接電子状態を計算することと、光電子分光スペクトル解析から電子の状態を解析する2つを行っています。今回私たちの最近の研究を例に、直接電子状態、原子の動きを明らかにした研究について説明しましょう。私たちが取り組んでいるのは二酸化炭素を燃料として使えるメタンに変える化学反応です。この反応は光を当てることにより始まります。この反応を効率よく利用できれば、太陽の光で二酸化炭素から燃料を作るカーボンニュートラルな社会が実現できます。鍵となるのはこの写真のガラスの中に閉じ込められた二酸化ジルコニウムとニッケルでできた触媒です。二酸化炭素がメタンへと変わるにはたくさんの化学反応を繰り返す必要があり、反応が最後まで効率よく進むような触媒を作るためには化学反応の経路を特定する必要があります。しかし原子や分子の反応を顕微鏡や電子顕微鏡で見ることはできません。どうすれば目に見えない化学反応の様子を詳しく調べることができるのでしょうか。そこでコンピューターによる理論科学の出番です。これは二酸化ジルコニウムとニッケルでできた触媒上で二酸化炭素がメタンに変わるまでの反応経路です。理論科学を用いることでこのような複雑な反応経路を推定することができ、なぜ二酸化ジルコニウムとニッケルだと反応が滑らかに進むのかが分かりました。またエネルギー繊維が小さくて済むので
効率よく反応が進むことも計算により明らかになりました。この反応経路では、前半では二酸化ジルコニウムが、後半ではニッケルが触媒として働き、二酸化炭素が触媒の中で化学反応しながら移動してメタンへと変わっていきます。あたかも反応経路を見たことがあるようにお話ししましたが、実はすべて理論計算による推定です。解明された反応経路をもとに、さらに有効な反応設計につながることで、二酸化炭素燃料化の実用化に向けた前進となります。私たちが所属する千葉大学理学部化学科は、一般入試の前期入試、後期入試のほかにも先進化学プログラムを用いて、高校2年生修了後すぐに化学科に入学する飛び級制度も用意しています。積極的にチャレンジする気持ちのある皆様をお待ちしています。